ねえ、止めた方がいいかな。俺に聞かなくても止めない方がいいと思ってるんじゃない？鋭いな。何もできないからってアキが悩むことはないよ。エンドは必ず魔神ザハンドをマスターするさ。お待ちしておりました。不愉快先生、今うちの署にいますよ。え？影山の足取りをつかむためにも不愉快に話を聞いているところです。そうですか。まあじっくりやりますよ。で、お嬢さん、話ってのは？いつも父と話していると伺いまして。ああ、お互い追いかけているものが同じですからね。情報をね。遠藤君の話も出ていると聞きましたが。正確には祖父遠藤大輔の話ですよ。聞いたんですか？それは本当なんでしょうか？証拠も何もありゃしませんや。まことしやかに囁かれるって話でね。大輔の死に影山の姿がちらつくんです。稲妻！じいちゃん、魔神ザハンドって何なんだよ。どうやったらできるんだ。みんなのためにも俺強くなりたい。稲妻イレブンのおじさんたちが叶えられなかった夢を俺たちは叶えたいんだ。いってらっしゃいませ。おはよう。おはよう。遠藤くん、昨日鉄塔広場で特訓を始めたわ。とにかくやるしかないからって。それで必殺技は？ううん、まだ。そう。見守るしかできないって結構辛いね。辛いけど他にどうしようもないから。どうしたの？え？昨日何かあった？もしかしてお父さんに何か？ううん、違うの。父は元気よ。決勝戦のことを考えると私も遠藤君みたいになっちゃうだけ。じゃあ私理事長室に用があるから。わかった。じゃあ後でね。大きな秘密を抱えてしまいましたね。遠藤君はおじい様のことを知らないのよ。せっかくやる気を見せ始めたのに苦しめたくないわ。結果お嬢様が苦しんでおられます。こんなことだと思ったよ。それで魔神ザハンドがマスターできるのか？とにかく俺にはこれしかないからさ。手伝おう。本当？サッカーバカになってみるか。ゼウスに勝つ秘訣になるかもしれない。来い！でぇ！来い！来い！これで特訓。そう、いくらなんでも無茶すぎるわ。私は見守るように言ったけど。あれ、二人ともどうした？体がボロボロになるわ。今すぐやめなさい。まだまだ、諦めてたまるか。無駄だよ。やめろと言ってやめるような男か。絶対魔神ザハンドを覚えて決勝戦を戦い抜くんだ。みんなで優勝したいじゃないか。続けるぞ。見守ろうって言ったのに、それさんなのに。まだまだ。やっぱり何かあった？うん、そうじゃないんだけど、ただ遠藤君が心配。今までいっぱい無茶して強くなってきたじゃない。信じようよ。
ファイヤートルネード。監督、交流ください。派手にやっちゃって。随分と無茶をしたもんだな。無茶じゃないよ、特訓だよ。新しいキーパー技を編み出そうとしてると聞いたぞ。うん、魔人ザハンド。ん？ん？監督知ってる？ああ、そうか、ついにお前もあれに挑戦を始めたか。は、監督はできた？俺はマスターできなかった。え？だが、お前ならやれるかもしれない。頑張れよ。あ！おいおい、どうした？お揃いで。刑事さん。ひでえ格好だな。ゼウスに勝つにはこんくらいなんでもない。威勢がいいな、結構だが。勝つことに執念を燃やしすぎると影山みたいになるぞ。影山に？刑事さんは不愉快先生に会ったそうよ。影山を探すためにな。40年前の稲妻イレブンの悲劇から、大門対帝国船の鉄骨落下事件まで、一連の不可解な事件を解明するためには、影山という男の過去を知るべきだ。俺はそう考えた。何か分かったんですか？こいつらも知りたがっている。話してやったらどうだ？そうだな。始まりは50年前の出来事なんだ。50年前？影山東吾という選手を知っているか？うん、昔、日本サッカー界を代表する選手だったと聞いたことがあります。影山の父親だ。え？父親の東吾は当時、人気実力ともに最高だった。その頃のワールドチャンピオンシップ代表にも選ばれると思っていたが、遠藤大輔を中心とする若手の台頭によって代表を外されてしまった。ショックだったんだろうな。それからも東郷は荒れちまってな。奴が出ると必ず負ける、あいつは疫病神だとまで言われる始末だ。やがて東郷は失踪し、母親は病死、影山は一人きりになってしまった。奴の中で家族を壊したサッカーと勝ちへのこだわりに対する憎しみが膨れ上がっていったんだろうな。勝つことが絶対、敗者に存在価値はない。影山がよく言っていた言葉だ。そのためにたくさんの人を苦しめてる。ゴエンジ、お前もその一人。何？妹さんの事故も奴が関係している可能性がある。ゴエンジ。はい、これお守り。決勝戦で勝ちますように。お兄ちゃん頑張ってね、絶対勝ってね。かっこいいシュート打って勝たなきゃダメだよ。ああ、約束するよ。許せない。どんな理由があってもサッカーを怪我していいわけがない。間違ってる。影山は今どこに？まだわからん。しかし不愉快がおかしなことを言っていてな。プロジェクト Z ってご存知ですか？プロジェクト Z？ あの時の。フットボールフロンティアはプロジェクト Z によって支配されてます。あの方はサッカーから離れませんよ。離れられるわけがない。今やそらく、それこそ神様にでもなったように私たちを見下ろし嘲笑っているんですよ。どうやらその計画と影山が空にいるってのはつながっているらしい。プロジェクト Z と空、何のことだろう。帝国にいたお前には空と聞いて何か思いつくことはないか？いえ、俺にはさっぱり。
雷門中よ。待っているがいい。